ございます。 AAA ニュースの折見正大です。ニュースをお伝えします。2016年にて神奈川県横須賀市稲岡町にて騒音テロなどの主犯として投獄された自称アメ人たる人物が先日脱獄しました。脱獄したのは本名職業ともに不明の89歳の無期懲役囚です。この人物は警察の調べでも詳しく分かっておりません。なお現在も逃走を続けています。近日中に全国に指名手配を掲載する方針です。ピーマンとパプリカを間違えた。うわー、かわいそうか。どけ。で、全世界に着く平穏な時代は終わり、アベンジングに染まる。アベンジングが蘇り進化する。オーソン2020だ。アメージンの一族だ。そして俺がアメージンの王、オーソンだ。2020年激動したよ。アメージンが成立。アメージングじゃねえ、なんだっけ。合わせた、とにかく3年ぶりの宴だ。オーソンにかかれば流行りのコーラもこう通り。オーソンにかかれば空を飛ぶことすらたやすい。アメージン探しに来たんだろ。オーソン！